我々のチャンネル、就活生向けなんですけども、今就活が終わって、4月から新入社員になる方も結構の割合いらっしゃって、ひろゆきさんは新入社員がなるべく立ち回りとか振る舞いとか、あとは活躍できるための習慣みたいなところがありましたら、教えていただけたらなと思ってます。上司に好かれるかどうかじゃないですか。まあ、言われることは何でもやるみたいな。結局上司が評価をして出世するかどうか、あと楽な仕事が回されるかどうかが決まったりするので、いかに上司に好かれるかっていうのがその先のなんか社会人生活楽になるかどうかが決まるんじゃないかなと思いますけど。ちなみにひろゆきさんは上司側になるパターンが多いと思うんですけども、可愛いなって思う後輩ってどういう方ですか？別に可愛いかどうかあんま重要ではないので、振った作業してくれるかどうかで、この人作業あんまりやってくれないなとか、この人効率いいなとか、早い遅いとか、そういうところで判断するので、あまり僕はそういう意味では可愛いかどうかっていうのをその人の評価にあまり使わないんですよね。ただ世の中の多くの人って自分にとって可愛いかどうかを評価に使ったりするので、そこはうまく利用した方がいいですよって話です。じゃあ平木さんに関しては可愛いとかっていうよりは、言われたことをちゃんとやるかとか、ちゃんと仕事をこなせるかどうかが大事っていうことですよね。そうですね。あと言われてないにもかかわらずアイデアを出してくるかどうかとか、まあその課だったり、その会社でやってるプロジェクトでこういうのを考えたんですけどどうですかみたいなのが、別に間違ってたとしても言ってくるタイプっていうのは僕評価しますね。そうなんですね。ひろゆきさんは人から意見されるのとかも結構受け入れるタイプなんですか？受け入れるがそれをそのまま使うかどうかだと別なんですけど、少なくとも案があったりしたらそれは聞けると価値がある場合もあるので。なんで新入社員がそういうの言ってくるのに評価が高いかっていうと、自分が振られてること以外でも何かやれることがないかなとか、会社の作業プロジェクトっていうのに目を通してるっていうのが分かるので、言われたことだけやる人よりも先回りしようっていう人の方が割と他のプロジェクトも任せやすかったりするので。確かにそうですね。社会人1年目とか2年目とかって結構言われたことをやるっていうことが多いと思うんですけど、もうその中で出世するとか成果を出すっていうのはプラスアルファで、言われてないこともやるっていうところとか、ちゃんと主張するっていうところが大切になるっていうことですね。っていうのぐらいじゃないと他と比較できないって言うんですけど、言われたことやるの当たり前じゃないですか。確かに。今の場合ってリモート化で社会人生活を始められる方が多いと思うんですけども、リモートワークでひろゆきさんが気をつけていらっしゃることとかってありますか？なるべくリモート会議をしないことですかね。リモート会議の会議長くなる率結構高い気がするんですよね。みんなプライベートな環境なのでゆったりしてるのと、一人一人話が終わるまでの間があったりとかで、結構それで時間取られることが多いので、カメラオンにしてるとキーボード叩きながら他の作業して会議ってなかなかやりづらいじゃないですか。なのでオフにしてやるんだったらいいんですけど、そうじゃない限りはなんかリモート会議なるべく減らした方が時間効率いいんじゃないかなと思ったりしますけど。新入社員の立場で言うと、リモート会議短くしてくださいってなかなか言いづらいなとは思うんですけども、カメラをオフにするっていう、ちょこちょこやる、なんかちょっとウェブカメラの調子悪くてすいませんそれはちょっとある種ありかもしれないですね。リモートにおいてのコミュニケーションで結構人間関係が取りにくいっていう同世代の方が多いんですけども、リモート下での人間関係とかやり取りでひろゆきさんが気をつけてることとかってありますか？多分その人間関係って別にリモートだかった時代から難しいものなんですよ。物事うまくいくわけじゃないし、喧嘩する人もいるし、でただその喧嘩が起きた時にそれはリモート化のせいだって言いやすいので言ってるだけで、基本人は思い通りにならないし揉めたりするものですよっていうだけだと思うんですよね。ひろゆきさんが人間関係において気をつけてることとか、例えば相手の立場に立ってこういう伝え方をするみたいなってございますか？会社関係であれば、その相手の目標ゴールが何なのかで、そこに合わせて説明をするっていうふうにしますけどね。まあ、プライベートは全然違いますけど。確かになんか相手の立場に立って考えるっていうところと、納期の部分であったりとか制作物の部分が一番最優先で、まあ、それ以外はある程度抜いてもいいっていうようなお話をおっしゃってたと思うんですけど、何が大切かどうかを見極めるっていうところも大切っていうことですかね。まあ、そうですね。その何が大切かは僕が決めるんじゃなくて相手が決めるんですよね。例えばじゃあこういう仕事したいですっていうのを相手が言った時って、売り上げを上げて会社にでかい顔をしたいのか、売り上げは低いけど利益率が高いっていう形でその事業部自体のその予算みたいなのを増やすっていうことで考えてるのか、もしくはそのプロジェクトをやることで YouTuber と絡んでその YouTuber の友達になりたいと思ってるのかとか、実はその相手の発注する目的っていうのがちゃんと言語化されてないことが多いんですよね。なのでその金なの名誉なの、もしくはなんか彼女
で作りたいのみたいなのがちゃんと分かってると、それに対してじゃあこれでどうですかっていう提案が通りやすいので、普通に取引先っていうのがいたとして、その取引先の責任者っていうのが何が欲しいのかっていうのをもうちょっと細かく聞くっていうのをやった方が精度は高くなる気がしますけど。確かに相手が求めてるものって意外と他の部分にあったりするっていうことですもんね。例えばその売上の数字だけ高くて利益そんなに出なくても大丈夫っていう会社多いんですよね。その責任者の上の上司っていうのは売上の数字ばっかり見てるので、利益率そんな見てないって場合だと、じゃあ売上かさ上げする形でその代わり利益率下がりますけどこっちの方がいいんですよねみたいなので押せたりするので、そうするとうちは原価率高くできて得みたいな、そういう相手が求めてるものが何なのかっていうところをちゃんと察知して、それを過不足なく渡せる力みたいなところがある種ビジネスにおいて新入社員関わらず大事っていうことですね。それが分かってると他の部分手向いても怒られないっていうのがということで、新入社員の方、明日から社会人生活が始まると思うんですが、ぜひ頑張ってください。ひろきさん、ありがとうございました。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。